ジョージ・ブッシュ・インター・コンチネンタル・ヒューストン空港はアメリカ合衆国のテキサス州ヒューストンの北から約3 0トルの場所にある国際空港。テキサス州内ではダラス・フォートワース国際空港に次ぐ大きさである。全米で9番目、世界で14番目の旅客扱い高を誇る。ユナイテッド航空のハブ空港でもある。旧称はヒューストン・インター・コンチネンタル空港。 単に、インターコンチネンタル空港とも呼ばれている。1969年に、ヒューストンインターコンチネンタル空港として開港し、ヒューストンのウィリアム・ P ・ホビー空港の国際旅客が、移管された。1997年に41代目アメリカ、合衆国大統領の父ブッシュこと、ジョージ・ H.W. ブッシュの名を取り、現在の空港名に変更される。なお空港内に、 ジョージ・ブッシュのカウボーイハット姿の銅像と写真パネルの展示がある。2003年7月3日にターミナル E が部分開業し2004年1月7日に完全開業した。かつてはコンチネンタル航空の本拠地として知られていたが統合後は後継会社のユナイテッド航空が路線を引き継いでいる。2015年からは日本の大手航空会社として 初となる全日空が直行便を就航し、定期国際便として成田国際空港からヒューストン線を運航していたが、2020年3月29日からは日本側の発着空港を成田国際空港から羽田空港に変更した上で運航を継続している。ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港は5つのターミナルを持ち、1万エーカーの広さがある。 ターミナル A、ターミナル B、ルイス W、カトラーターミナル C、ミッキー・リーランド、国際航空会社ビル国際線、専用ターミナルであり、ユナイテッド航空やカナダ路線以外の国際線が、利用する。入国審査設備は、ターミナル E と共用している。ターミナル E、ターミナル E、ターミナル E、ユナイテッド、航空専用の国際線ターミナルである。各ターミナル内で、 無料のワイヤレスランが使用できる。東空港にはターミナル A、ターミナル B、ターミナル C、ターミナル D およびターミナル E を結ぶ2つの新交通システムがあり、地上部にはターミナリンク、地下部にはインターイコールターミナルトレインが運行されている。ありがとうございます。